正しいハワイ団体旅行1。観光客でごった返す早朝のホノルル空港で、通行人の邪魔になるからこちらの隅に寄って3列に並んでくださいと若い女性の添乗員に大声で言われ、僕らはぐずぐずまごまごと3列に並んだ。学校を出て以来、列を作るということに慣れてない大人たちは、たったの3列を作るのにもまごまごと時間がかかる。それではここでパスポートをお返ししますということになって、何人か呼ばれた後に庄司さんと呼ばれ、はーいと答えて一歩前に出て自分のパスポートを受け取る。なんだか表彰されたようで、なんだか嬉しく、なんだか恥ずかしい。荒俣さんと呼ばれて、荒俣青年もパスポートを受け取る。パスポートの返還が終わると、ワッペン添付の儀に移る。この JTB と書かれたワッペンを左の胸の上に正しく貼ってくださいと言われ、直径6センチほどの大きなワッペンを左の胸の上に正しく貼る。曲がって貼ってしまった人は仲間が正しく貼り直してあげる。全員左の胸に大きなワッペンを貼った60名ほどの団体が、群衆の中からくっきりと区分けされて浮かび上がった。添乗員が小旗こそ持っていないが、ハワイのおのぼりさん、ハワイのハトバスご一行様として浮かび上がったのである。団体の周辺の人々がこの団体の性格を正しく認識して、薄笑いもしくは便笑を浮かべながら通り過ぎてゆく。ハワイ慣れした団体でない日本の観光客が特に嬉しそうに通り過ぎてゆく。我々ご一行はそれどころではない。胸にワッペン、手荷物に名札、肩に緊張、目に怯え、かかと上がりで耳だんぼ。添乗員の声を一言も聞き漏らすまいと、後ろの人は自然にかかとが高くなる。この JTB の一行は、今時珍しい古典的なハワイ団体観光旅行のグループなのである。きちんと団体で観光バスに乗り、きちんとハワイの名所旧跡を回り、きちんと揃って団体で食事をするという、きちんきちんの団体なのである。大体ですね、今海外団体旅行が乱れていると思いませんか？行きと帰りの飛行機だけ押さえといて、真ん中のところは自分たちで好き勝手に過ごすというキセル旅行が流行っている。まんじゅうのあんこだけ食べようという旅行である。特にハワイ旅行にその傾向が強い。ハワイなんてもう何回も行ってて、隣の家に遊びに行くようなものよということを誇示したがる連中が多い。こういう連中は T シャツにジーンズの短パン、サンダル履き、手ぶらで飛行機に乗ってくる。そうして肩に緊張、目に怯え、胸にワッペンの我々ワッペン者をバカにする。やつらはワッペン者をバカにするためにハワイに行くのだ。旅行というものはですね、非日常を味わうためにするもんなんです。新鮮な驚き、新鮮な感動は非日常だからこそ生まれるんだ。日常と同じことを体験するためなら、何も休暇取って高い金払ってわざわざハワイに行く必要がない。大体ですね、団体旅行のことをパックツアーなんていうのが気に入らない。パックというのはですね、スーパーなんかで本日のお買い得、イワシ1パック288円なんて場合に使う用語なんだ。我々はイワシじゃねえんだ。添乗員をツアーコンダクターなんていうのも気に入らない。添乗員っていいではないか。特にインというところに格式を感じる。衆議院議員、芸術院会員も同じインだ。天井という語感もいい。飛
行機に乗っていてもバスに乗っていても、今一緒に添乗員が添乗してくれているんだ、我々は安心だ、安心し添乗と、赤塚漫画の旗棒の心境で安心していられるのだ。そういうわけで、我々はホノルル空港の大ホールの片隅に3列に並んだのだった。今日一日を添乗員の言う通りに過ごすつもりだ。カメハメハ大王の銅像の前にひざまずけと言われればひざまずき、ひざまずくなと言われればひざまずかない。そういう生き方で今日一日を生きていくのだ。今は朝の8時半。これからのハワイの一日はどうなるのだろうか。荒俣青年の所持するスケジュール表には次のような一日が書き込まれてあった。今から12時まで自由時間。その間に各自で朝食をとる。朝食はこのツアー発行の食事クーポンを使う。食事クーポンの使える店は約60軒ある。60軒の内容は和食、洋食、中華、ハワイ食、タイ、韓国、ステーキ、しゃぶしゃぶなど、あらゆる店が網羅されている。12時から映画鑑賞。え？いきなり映画鑑賞？と誰しも驚くに違いない。映画の上映時間は40分。映画の内容はハワイの歴史と観光に関するものだという。なるほど、何事も基礎からというわけなのであろう。ハワイの観光を始めるにあたって、とりあえずその国の概要をまず頭に入れておくことは大切なことだ。さすが JTB、 とかく浮いた浮いたになりがちな観光旅行をこうしたアカデミズムで引き締めようというわけなのだ。という考え方もありますが、と荒俣青年は言う。早朝早々と着いてしまった団体をホテルの午後のチェックインの時間までどうやって持たせるか。苦肉の策として映画鑑賞の時間が設けられたのではないかというのが荒俣青年の意見である。荒俣青年の意見は半分正しかったことが後で判明する。 JTB の企みはそれ以上に奥深いものであることが後に判明するのである。映画鑑賞の後、1時から JTB シャトルバスにてホノルル市内観光に出かける。ダイヤモンドヘッド、カハラ地区、ハワイ大学、ヌアヌパリ、パンチボール、イオラニ宮殿、カメハメハ大王像前となっていて、市内観光の終了は5時ごろとなっている。僕は20年ほど前にハワイに来ているのだが、カメハメハ大王に会った記憶がほとんどない。向こうももちろん覚えていないだろうが、今回はとくとご挨拶してくるつもりだ。とにもかくにも朝食を取らなければならない。荒俣青年と60軒の店を1店ずつ検討した結果、タヒチアン料理のラナイというところに行くことにした。ハワイには純粋なハワイ料理というものはなく、ポリネシアン料理が現地の料理ということになる。その中のタヒチアン料理がラナイなのだが、実際にはタヒチ料理もサモア料理もトンガ料理もそれほど大差はないらしい。ラナイは決して小綺麗な店ではないが、いかにもハワイらしいレストランだった。まず店が古ぼけていて照明が暗い。店の奥の方は農家の納屋のようで、木製のトイレの扉はギシギシと音を立てる。だがプールサイドに展開する白いテーブルのレイアウトが良かった。プールサイドにはヤシの大木が茂り、そのすぐ先は白い浜辺で、その向こうは真っ青な海だ。真っ青な早朝の海が気だるくザブーンザブーンと浜辺に打ち寄せている。
サービスのおばちゃんはみんな太っていて、陽気で親切だ。朝食は次のようなものになった。パッションジュース、バナナマフィン、大きな竹かごに真っ白なナプキンを敷いて、その上に6つほど。あったかい、おいしい、とヘアバンドで髪をひっつめた色黒の太ったおばちゃんが勧めてくれる。玄米パン風の黒いパンで、バナナの香りがして甘くてあったかくておいしい。メインは大皿に目玉焼き、油で炒めた厚切りソーセージが5切れ、パイナップルのフライ、タロイモのフライが並べてある。ソーセージは醤油で炒めたらしい味でかなりしょっぱい。パイナップルのフライはやや酸っぱい。タロイモはほとんど里芋に近い。テーブルの下にスズメとハトがやってくる。ハワイのスズメは日本のと柄も大きさも態度もほとんど同じだが、ハトはかなり小さい。そしてどことなく謙虚で、常にスズメの顔を立てて、スズメに一歩譲る姿勢を見せている。パンくずをやってもスズメの顔色を伺ってから拾って食べる。ハワイにはハワイなりの小鳥同士の歴史と事情があるらしいのだ。この店にはアメリカ人の、それも老いた夫婦がなぜか多い。そしてハワイにはアメリカの老夫婦が似合う。こういう老夫婦は朝からすでにぐったりしている。太ってヨタヨタした老妻を、これまた太ってヨタヨタした夫があれこれ面倒を見ている。労災が転ばないように手を引いて椅子のところまで連れてきてやって、転ばないように両手を持って支えてようやく座らせる。この労災はいつ転んでも不思議はないという代物で、むしろ転んだ方が自然というくらいヨタヨタしている。二人は今ようやく椅子に深々と座り込み、両手を顎のところにあてがって遠くを見ている。この老妻はどう見てもあらゆる意味でもう使い物にならなくなっているようだ。こういう二人を見ているとつくづく、長い旅路の果てにたどり着いた二人の幸せというものを感じる。と同時に、長い旅路の果てにたどり着いた二人の災難というものも感じざるを得ない。特に夫の側の災難を感じてしまうのはいけないことだろうか。12時から映画鑑賞が始まった。ホノルル市内の真ん中に観光客専用のハワイ観光映画を上映する映画館があるのだ。一辺が実に21メートルという巨大なスクリーンを要する映画館で、ハワイ空港からやってくる観光客を次から次へここへ送り込んでいる。観光客のスケジュール調節用として使われているらしいのである。かつ時差による観光客の睡眠不足調節用としても使われているらしいのだ。日本とハワイでは19時間の時差がある。我々の例で言うと、我々は8月16日の夜の7時に成田を立った。8月の16日という1日の大半を過ごした後、飛行機に7時間乗り、ハワイに着くと、ハワイは16日の朝の7時半だった。もう一回8月の16日をやり直すのである。ハワイは朝の8時だが、日本時間で言えば真夜中の3時だ。普段ならぐっすり寝込んでいる時間に、朝の太陽を浴びて起きているのだから眠くないはずはない。この眠くてたまらない一段を道端に放り出しておくのは危険だ。そこで映画鑑賞という名目で一箇所に収容しておこうという魂胆なのである。実際に映画が始まるとすぐに観客の9割は深い眠りに落ちた。そうして40分間の熟睡で程よく眠気が覚めた頃、映画が終わった。それでもところどころ映画のシーンは覚えている。
ハワイ独特の切り立ったような渓谷の上から稜線すれすれに撮影した迫力あるシーンが一辺21メートル大画面いっぱいに映されていた。午後1時からようやく正しいハワイ団体旅行が開始された。所要時間は3時間。バスは順序通りまずダイヤモンドヘッドに向かう。バスの中はおよそ40名。こういう古典的なバスツアーに参加する人々というのは一体どういう人たちか。無論ハワイは初めてという人たちに違いない。どういう人たちかというと、これが実にもうこれといった特色のない人たちなのですね。例えば夏休みの JR の上野駅の構内でごった返している人々を、どこでもいいから一区画切り取ってハワイに持ってきたような人々。中年夫婦もいれば、アベックもいれば、中学生もいれば、老婆もいれば、入れ歯のじいさんもいれば、赤ん坊もいるという、一応何でも揃っている日本人見本市。つまりです、ホノルル空港が上野化しているのです。そういう時代になったのです。さて、ダイヤモンドヘッド、名前は確かにも物々しい。007の映画が似合いそうな地名だが、ホノルル市郊外のただの丘である。本当に何の変哲もないホノルル市内が見渡せるだけというただの丘だ。観光の名所というものは一応それなりの取り柄があるものだが、それもない。一体ここのどこがダイヤモンドなのか。19世紀の初めにですね、イギリスの船員たちがですね、この辺りにゴロゴロしてるですね石をですね、宝石石なんですけどね、それがキラキラ光って見えたためにですね、ダイヤモンドとですね間違えてですね、そう呼んだというですね言い伝えありますね。バスの2世の運転手兼ガイドはですね、そう言うけどですね、とてもですね納得できる話ではないですね。すぐにダイヤモンドじゃないということが分かったわけだから、直ちに崩壊石ヘッドに改名すべきだったのだ。なんかこう事実に放かむりしたまま世間をごまかそうという魂胆が見えていい気持ちがしない。今からでもいいからハワイ当局は名前を変えなさい。 JTB 当局も何かこうそそくさという感じで、この地を一刻も早く離れたいという様子が見えた。カハラ地区というのもただ単にそういう地区があるというだけの話で、一応高級住宅地、特に市内観光の一コースとして取り上げるような名所でもないので、 JTB 当局もここもそそくさという感じで一刻も早くそこを離れたいという様子が見えた。ハワイ大学も同様である。パンチボールも同様である。すり鉢状の死火山の頂上に戦争犠牲者の墓がずらりと並んでいる。ただそれだけだ。ヌアヌパリ、ここは少し面白かった。観光の名所に値するところだと思った。山脈の切れ目という地形のせいで一日中絶え間なく強風が吹きまくっている。展望台は大騒ぎだ。強風が吹いているというだけで人々は大騒ぎだ。立っていると頬がへこんで震えるというほどの強風で、バスの中から突然台風の中に放り出された人々は一人残らずとりあえずそう状態になる。大変だ大変だと大騒ぎになる。大騒ぎしながら写真を撮り合う。どんなものでも観光資源になりうるものなのだ。風だって大切な観光資源になるのだ。イオラニ宮殿というのはカラカウア王という人が建てた宮殿だが、
ここはバスの中から眺めるだけ。カメハメハ大王像もバスの中から眺めるだけ。大王も JTB 当局には軽く見られているようだ。それにしても世の中には大王ばかりで、中王とか小王とか呼ばれる王がいないのはなぜだろう。午後5時、ようやく市内観光終了。直ちに我々のホテルであるロイヤルハワイアンホテルに向かう。このホテルがなかなか良かった。全館がピンクに彩られたこのホテルはピンクパレスという愛称で呼ばれ、ハワイで2番目に古いホテルだ。このホテルが良かった。